糸井嘉男が審判役でドラマ出演、五十嵐亮太と俳優西島秀俊主演の TBS 系日曜劇場さよならマエストロ父と私のアパシオナート日曜午後9時の第8話3日放送に、元プロ野球選手の五十嵐亮太氏と糸井嘉男氏が出演する。2人ともドラマに出演するのは初めて。五十嵐氏は西島演じる主人公夏目俊平の母校である高松城西高校のコーチ役で出演。柄本明演じる俊平の父夏目幸彦の大事な場面を彩る役どころを演じる。糸井氏は俊平の高校時代のシーンに登場、俊平が在籍する野球部の重要な試合の審判を演じる。下克上球児でもないのに野球選手出演か。マジか、糸井さんついにドラマにまで進出きたかわら。 TBS 日曜劇場元プロ野球選手大好きやな。糸井が審判役はやばい笑い。糸井さんドラママジで、糸井さんもドラマデビュー。鳥谷さんは選手やったのに審判なんだ。え、毎週見てますけど、なぜ野球？これは楽しみです。鳥谷に続いて阪神勢大活躍だ。月のクールは誰だろう。糸井さんがドラマに。糸井さん出るんですか？めちゃ俳優さんやね。うわ、音楽のドラマなのに野球？めっちゃ流れが読めないけど、吉尾さんが出るならもう何でも良いです。鳥谷隆ちゃんに続いての俳優デビュー、おめでとうございます。審判員姿も似合ってます。糸井さん、これから本格俳優業ですか？楽しみ。俳優デビューおめでとうございます。このでっかいプロテクターの審判、懐かしい感じ。ええ、まさかの出演。この方が球審してたら選手は誰もストライクボールの判定に文句言わなそう、言えなそう、わら。役者もこなす糸井さん、わら。肩幅も相まってクソボツ超人爆誕してるやん、わら。権威とか全く気にしてなさそうな審判。演技できたんすか、笑い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。